太田のお宝を探して発見隊がやってきたのは玉川台公園。緑がいっぱいで気持ちいいですね。おや、あんなところに何やら看板が。どれどれ？亀の子山古墳。え？古墳？こんなところに古墳があるんですか？ということで、今回の太田のお宝は大田区の古墳群。大都会の東京に古墳があることが驚きですが、実は多摩川の流域をはじめとする区内の各所には4世紀から7世紀頃に築造されたと思われる古墳がいくつも点在しているんです。その中の一つが多摩川大公園にあるこちらの亀の子山古墳。多摩川を見下ろす台地に位置するこの古墳は4世紀後半頃に作られたと考えられており、その全長はおよそ107メートル。地上からは小さな山のようにしか見えませんが、上空から見るとこのように綺麗な前方後円墳になっています。この亀の子山古墳は未調査のため、その全貌は分かっていません。しかし、そのすぐ近くには玉川大古墳群と呼ばれる大小8つもの古墳があり、ここからは様々なものが出土しています。玉川大公園内にあるこちらの展示室には実物大の古墳レプリカがあり、その横穴式石室内に装飾品や武具、埴輪といった出土品が展示されています。古墳はお墓なので、そのお墓に埋められる、当時の首長と呼ばれるような、首長ですねが、埋められるんですけれども、その人たちのためにみんなが作った道具とか、それから当時その人が使っていた道具、そういったものがですね、埋められるわけですね。この古墳群から徒歩数分、多摩川大公園の西側には多摩川流域では最古と思われる前方後円墳、宝来山古墳があります。4世紀前半頃の築造と考えられているこの古墳からはたくさんの出土品が見つかっており、その中のいくつかは大田区の郷土博物館に展示されています。この中で、鏡があそこに1点ございますが、これは当時の埋葬された首長の宝物としてですね、使われていたものではないかというふうに考えられます。それから、その首長を守るためのものとして、太刀、バラバラになって錆びてバラバラになってしまっていますけども、何本かの刀、直刀ですね、それが、埋葬されていたようです。この他にも大田区には多摩川流域におよそ50基、久ヶ原や山王などの大地沿辺から発見されているだけでも250基以上の横穴墓があり、多くの出土品が発掘されています。都市化が進む中、多くの古代遺跡が失われてしまいましたが、大田区には今もなお実物の古墳を間近に見られるスポットが点在。そんな大田区の貴重な歴史スポットである古墳の数々、これぞ太田のお宝です。